何でもない日に花束を渡してみます。まあ、ちょっと今日もね、りなちゃんにちょっとサプライズをして、喜ばせていきたいなと思うんですけども、まあ、やっぱり、誕生日だったり、まあ、記念日だったり、まあ、そういう特別な日に、プレゼントを渡すのって、まあ、ちょっとどっか当たり前なところあるじゃないですか。まあ、そこで、あえて、まあ、そういう特別な日じゃなくて、何でもない日にプレゼントを渡すことによって、なんで今日特別な日でもないのに、どうしてんっていう感じで、こう、プレゼントをね、もらう、心構え。できてない状態でこう喜びが倍増されると思います、ね、何でもない日を選んでこの花束をねプレゼントしていきたいなと思います。で花束なんですけどちょっとこちらにね用意しました。ちょっとお花屋さんに行きましてでちょっとまあ出来合いのねちょっと花束にはなってるんですけどもこれはねまあ、いろんなお花が咲いてて綺麗です。で早速ねちょっと今日はこちらをね皆さんの方にねサプライズプレゼントしていきたいなと思います。じゃ、何ですか？何？じゃ、あれちゃんですか？何ですか？どうお絵描きは順調？いやまあはい、うん、いい感じです。そうなんだ。はい、そういう風になんか描いてんだ。トントンって。トントンは、はい違いますけど、うん、スーって描きますけど。あスーって描くんだ。へえ。何ですか？何？そんな撮らないでくださいよ。ああごめんごめん。絵描いてるとか。いやいや何ですか？絵描いてるなと思ってさ。うん描けますよ。うん。絵ね、はい、絵ね描いてました。はい、何？何ですか？ああいやいやいや別にそのな何にとかないんだけどさ。はい。全然。あそうですか。うんなんか逆になんか、うん、なんでもないなみたいな。ほう。うん何でもない日だねなんか。何でもない日だね。うん。って何ですか？何でもない日じゃない今日って。ああ、うん、まあ撮影をする日って感じで。いや、そう撮影する日というかそのまあ何か特別な日か何でもない日かって言ったらさ、うん、まあまあな何でもない日だな。まあ平日ですしね。何？何ですか？なんかやりたいことあるんだったらやればいいじゃないですか。いやいや、じゃあやりたいことつうか何でもない日だよなってその話をさ、うん、ちょっとしたくて、共感したくて。はい何その話題何でもないよねって何でもないよねって言うだけの話題ですか、うん、逆に何でもある、うん、いや特にないですけどってことは何でもない日です何でもない日だ何この話楽しくない何ですかまあ別にその何でもない日ではあるんだけど、うんうん、ちょっとりなちゃんに、うん、ちょっと渡したいものがあって何ですかちょっとこれなんだけど、はいなんですか？はい。どうぞ。かわいい紙袋。ちょっと中身取り出してみて。植物だ。わあ、お花？お花？お花？はい。はい、花束のプレゼント。いいですよ、別に。あ合ってます私で渡す人なんかあいやいやいいです いい大丈夫ですいいです大丈夫ですじゃなくて、はい、おかしいなもう一回やるねもう一回されても別にはい、うん、花束のプレゼントいやだからその大丈夫なんでお返ししますちょっと伝わってないか何ですか何がしたいですかこれあれよそのりなちゃんから俺に対するプレゼントじゃないよこれ、はい、分かってますあ分かってる、うん、その俺からりなちゃんへのプレゼントってことは、うん、その受け取る人ってりなちゃん、はい、あそうだと思いますそう分かってる、うん、じゃあいくよいやもういいって行くよもういいって俺からりなちゃんへのプレゼントねはい、うん、はい、いやそれ言われても気持ち変わんないって、うんはい、受け取った方がいいんですかこれじゃあまあ、ありがとうございます、一応。何で、いいです、やっぱり。なんか、受け取ったらなんか、うん、何かを認めてしまう気がするんですけど、なんか。何かを認めて、違う気がする。そ
ちょっともう一回、もう一回言い直したりしましょうよ。しがうきって どういう気なのそれ。俺、今までの人生で感じたことないんだけどさ、りなちゃん、しがうきってさ、例えばどういう時に感じる感情なのそれ。ねえ。わかるでしょ、そんなの。取り直しましょうよ、その部分。取り直す？もう一回言うから。しまうってちゃんと。それ何だと思うこれ。何だったうん、何ですか、プレゼントなんですか。うん、その一応花束なんだけどさ。あ、知ってます。仏を聞いてたんですか。わかりますよ、そんな、うん、まあ、花束わかりますよこれ。一応そのさ、うん、まあ、なんていうのかな、今日は別にそのりなちゃんの誕生日とか記念日とか、うん、まあ、そういう特別な日じゃないじゃん。記念日なんかないですけど私たちに。そういうその特別な日だけじゃなくてね、うん、こういう、はあ、その何でもない日にもプレゼントを渡したら、りなちゃん喜んでくれるかなって思って。何でもないママです別に。特になんかその まずその記念日とか誕生日とかをその2人で祝うとかいうなんかその決まりもないですし、その何でもない日しかないし、デフォルトで今日も何でもないです別に。これ返していきなよこれ。お花屋さんにかわいそう、お花がこの使われてこんなものに。はい、これ喜ばれないお花はかわいそうなんで。お花ってさ、はい、こう咲いてるわけよね。はあ、はあ、綺麗に、はいはい、うん、もらった方もさ笑顔になったりするじゃん。はい、あ、はいはい、うん、まあ、そういうもんだと思うんだけど。ああ、うん、わかる。ああ、わかります、理論は。うん、うんうん、できる。いや、ちょっと感情が動かないです全く。お花がかわいそうだからさ、うん、ちょっとお花に対してはさ、せめてさ笑顔を見せてあげてほしいなと思って。うん、はい、えー、うん、これでいいですか、これで大丈夫ですか。もういやいや、関しては、お世話するの大変だなみたいな感じで押し付けるみたいなのってよくないって。いや、そんな風に思ってないですけど、うん、受け取れないなっていうだけです。いやいや、まあ、せっかくそプレゼントなんだからさ、まあそれは普通に受け取ってよ。うん、まあ、うん、ありがとうございます、うん、じゃあ花瓶とかに入れてさ。ああ、まあ、うん、そうですね、うん、これちなみにお花なんだけど、はい、ガーベラとか。ああ、ガーベラ、うん、はい、カーネーションとかになって。あ、そうなんですか。うん、花ってさ、花言葉あるじゃん、はい、うん、はいはい、そうそうそう、花言葉さ、調べてみてちょっと。え、ガーベラの、うん、ガーベラの花言葉ですか、うん、え、なんかそんなんこだわってきてるの？なんだって、ガーベラの花言葉は常に前進、希望です。うん、りなちゃんの、はい、あの常にあの前進希望です。え、なんか、え、前に進むの方じゃないんですか、ね、ああ、そっちか。うん、調べたんじゃないんですか自分で。あ、何言ってるんですか。いや、俺は分かんなかったからさ。じゃあ受け取らないです、うん、やっぱり。まあダブルミーニングというかさ、うん、俺の場合の前身はあの、うん、そのりなちゃんのあのこの前身を、お花がかわいそう、希望しますっていう。はい、いらないです。じゃあこれ、うん、カーネーションはカーネーション、カーネーション、うん、カーネーション、うん、カーネーションの花言葉は、うん、無垢で深い愛です、うん、ね、いつもあのりなちゃんにあの向いてもらってます。最悪なんですけど。え、何あ、だからそのほらりなちゃんがその向くって言ってたから、てかその違うって感じが、ギューってやっていいですかこれ。ちょっとダメダメダメ、最悪なんですけど。ダメダメ、なんだっけ、向くで何、向くで深い愛。そうそうそう、だからりなちゃんにいつもその、うん、向いてもらって、その深くまでね、まあ、いけちゃったりなんだ、ね、はい、なんかちっちゃい声でなんか嫌なの聞こえたし、もういらないですこれ、受け取れないです、そういう意味なのなら。はい、ということでサプライズ大成功。どこがですか、何を持ってそう思ってるんですか。いやー、受け取ってないし結局。どうだった、やっぱりさ、特別な日に何かこうプレゼントを受け取るのと比べてさ、うん、何でもない日にこういうプレゼントを受け取るってやっぱなんかこう抱く感想とかやっぱ変わってくるもんなの。いや、そのなんか花を使って嫌なことされたなーとしか思わないです今日は。なんかまあ珍しいことはされたなっていうか、まあ珍しくはあります、日としては。でも気分としてはまあ最悪です、普通に。ああ、じゃなくて、なんですか、その花束をね、あの、うん、まあ、プレゼントしてもらうってことは、うん、その
嬉しいことだと思うんだけど、うん、その嬉しかった？うん、嬉しそうですか？が逆に。嬉しそうですか？いいじゃないですか、その聞き取れた、なんか意味はわかるじゃないですか。なんか新しい、なんか言ってこないでください。草みたいなやつ。なんか嬉しそうで草みたいな感じで、なんか違う草のなんか草を食べる草食動物鹿みたいな、なんか嬉しそうで鹿みたいな、なんかそういうなんか新しい想像力豊か、その言葉、想像力豊かですね。嬉しそうで鹿、角生えたみたいな、鹿のことかなって思わないと思います。草生えたみたいな感じ、取り直せばいいじゃないですか、その部分。角生えたみたいな、カットとかできるんだからさ、うん、じゃないですよね、喜んでくれたいってこと。いや、まあはい、まずその花束受け取ってないですし、別に喜ばしいことしてないじゃないですか。あんたが持ってくるからですってば、わきまえてほしいんですけど、いらないですって。なんでもない日は何でもない日でそっとしといてください、私のこと。なんか突撃してこないでくださいよ、なんでもない日突、やめてください、帰ってください。またリアちゃんが喜んでくれるようなサプライズ考えて、またリアちゃんにサプライズやってみようと。いいです、大丈夫です、もう、うん、喜べないんで。それではまた。